産経新聞令和3年3月9日火曜産経省故高倉健さんの秘策となった映画「あなたへ」での役は刑務所の指導技官だった受刑者に木工を教えて社会復帰の手助けをするロケ地となった富山市の富山刑務所では 上映会が行われた。あなたにとって大切な人のところへ帰って行ってあげてください賢さんが言葉をかけると涙をぬぐ受刑者の姿が見られた実は賢さんは30年近く刑務所の慰問活動を続けていたきっかけとなったのは昭和52年に公開された「幸せの 黄色いハンカチであるケンさんが演じる元受刑者は風にはためく黄色いハンカチを見て妻が出所を待ってくれていたことを知るケンさんには司法の道に進んだ中学高校時代以来の親友がいた映画に感動した親友はケンさんの言葉なら受刑者の心に響くはずだと考えた 親友の依頼をケンさんは快諾する。ただし公にしないという条件だったので生前はほとんど知られることはなかったケンさんは更生保護の取り組みにも協力を惜しまなかった刑を終えた人や非行歴のある少年の立ち直りを支援し犯罪防止の啓蒙活動にも携わる その中核を担ってきたのが地域ボランティアである保護士である明治時代に静岡県の特殊課が法人を設立して出所者の相談に乗り仕事の世話をしたのが始まりとされる現在は全国で約4万6千人が法務大臣から委託されている7日に京都で開幕した 第14回国連犯罪防止刑事司法大会では官民が連携する日本独自の制度に注目が集まった日本の交番制度がローマ字表記の交番として世界各地で定着したように保護士もまた再発防止の有力な手立てとして 受け入れられるだろうかフィリピンやケニアではすでに導入されているという